おはようございます。アシナスでございます。えー、今回は一人賛否ということで、えー、最近昨今様々なニュースがございますで。いろんな意見、そしていろんな思想あると思います。が、まあ個人的にはこういうふうに思ったよという、う一人で賛否両論するという動画でございます。 えー、二つー、この動画で、えー、重要なことがありまして、一つは、えー、すべて僕の意見だということです。はい。えー、僕の意見じゃないよとは言いません。すべて僕の意見だということです。で、もう一つは、えー、粗品さんが扱ってないニュースのみ、えー、取り扱っていこうと思っております。はい。ということで、早速行きましょうか。はい。隙間前とタイミーが上場介護現場への浸透にも意欲。 はい。えー、タイミーは国内のスポットワーク仲介市場の最大手。今年4月現在、登録ワーカー数は約770万人。えー、登録事業者数は約25万件に上る。処置ベースの時価総額は約1760億円。社長もめちゃくちゃ若いですからね。 はい。タイミーの小川社長は26日の会見で、えー、介護分野について、えー、労働環境を改善するソリューションとして根付かせていきたい。これから人手不足が加速する業界、しっかりと搬送させていただきたいと説明。はい。潜在介護士が、あ潜在介護士っていうのは、介護の資格を持っているのに、介護の仕事、福祉の仕事をしていない方々ですね。えー、2020年まで。で、なんと12万人もの方が、 潜伏介護士ということで。はい。が、えー、隙間時間で事業所施設へ働きに行く。そこから現場への復帰や長期雇用へ繋がっていく。そんな流れがすでに実現できていると。はい。え、有資格者のマッチングは今後も幅広く展開していきたいということでね。スポットワークというか、ポイントポイントでね、働きたい時に働けるっていう制度、おとってもいいと思いますよね。はい。 もう辞めてしまった方とか、まあトラウマがあって、えー、介護の仕事を離れた方々が、ああ、ほはおじいちゃんおばあちゃんが好きだからっていう理由でまた試せる現場、タイミング、機会、たくさん増えていきますよね。うん。ただね、ただ、うーん、<laughs> うーん、 ま、言うことはないかな。素晴らしいですよね。ちょっと、うん。これ難しいですね。粗品さんは普段どうやってるんですかね。はい。続いていきましょう。はい。医療、介護の悪質人材紹介の対策を強化。厚労省、お祝い金の規制を厳格化。えー、厚生労働省は、医療、介護、保育などの分野の悪質な人材紹介事業者への対策を新たに講じる。 24日に開催した労働政策審議会の部会で具体案を提案したえ。いわゆるお祝い金を支払って転職を促す行為などの禁止を職業紹介事業の許可条件に加える。お禁止を加えるんですね。この違反を継続反復する事業者を許可取り消しの対象として位置づける方針だ。ウェブサイトなどの求人メディアに対する規制も厳格化するということで。はぁ、まあ、お祝い金ね。 なんかバイトとかでもありますよね。アルバイトで、えー、働いて。で、なんか、えー、昔の芸人さんでもいましたよね。なんか売れてない芸人の保険証だけ、こう、ちょっと借りて、国からお金を騙し取るみたいな、そういう事業もありましたね。昔ね、流行りましたけども。うん。でもやっぱ禁止されるってことはすごくいいんじゃないですかね。これ、お祝い金。ね。これでなんか、本来ね、介護士とか、 えー、保育士さんとかもっと、あのー、何、人手が少ないので頑張ってる方々に届かなきゃいけないお金で儲けてる人がいるというのはこれ良くないですよね。ただね、ただ、うーん、これはな,ないですね。意見がないというか、うん、本当にいいと思いますね。はい。<laughs> 本当にいいと思います。すごく、これは。ね、お祝い金ね。 ない方が。まあ、ただ、強いて言うんだったら、うーん、あんまあ、ないですね。ないですね。はい。はい、続いて。えー、政府障害者差別の根絶へ行動計画を策定。岸田首相。全然言えない。岸田首相。まあ、岸田総理。えー、社会全体が変わらなければ。おえー、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けて、政府は29日に対策推進本部の初会合を開催した。 岸田文雄総理は、えー、障害者への社会的保障を取り除くのは社会の責務。社会全体が変わらなければならない。偏見や差別、えー、優勢思想の根絶に向けて政府一丸となって取り組むと明言。一連の具体策を盛り込んだ新たな行動計画を策定する方針を打ち出した。えー、この対策推進本部は、えー、障害を理由に不妊手術を敷いた旧優勢方法を違憲とした、えー、最高裁判決を受けて申請されたもの。 えー、岸田総理が本部長を務め、すべての閣僚がメンバーとして参画している。えー、岸田首相は会合で新たな行動計画の策定にあたって有識者や当事者からも意見を聞くと表明、えー、地域の支援体制の構築も含め、障害者の希望する生活の実現に向けた支援を行うとの考えを示した。 政府関係者は新たな行動計画の策定をめぐり、なるべく幅広い当事者の意見を聞けるようにしたいと説明、えー、策定する時期や今後の議論の進め方についてこれからも検討すると述べるにとどめたということで。あーいいですよね。えー、障害者の方々の暮らしやすさというか同じまあ人間なわけですから、えー、高齢者も含めてそうですけども、あそういう方々がのびのび、えー、生きるようなそういう環境を社会にしてくれるのはとてもいいことですよね。 ただね。ただ、そう、いい加減、介護士の給料上げろよ。いい加減にしろよ、マジで。介護士、保育士、病院、看護師ね。給料上げろよ。人来ねえって。どんだけ超高齢化社会になると思ってんだよ。いらねえんだよ、この検討してるとか。バカみたいなことずっと言いやがってよ。 これから検討するとかじゃないの。やってから話すんだよ。やってから話せよ。だらしね。一緒じゃん。こんなんマニフェストと政治運動してる時と一緒じゃん。我々はこうしたいです、みたいな。やってから言えよ。幸せにしろよってる人を、すいません。ごめんなさい。はい。これ全部僕の意見なんでね。はい。 続いて、高齢者にもスキマバイト、ほぼ毎日働く70歳、あと10年続けたい。えー、好きな時間に日替わりの現場で短時間働くスキマバイト、まあ、先ほどのタイミーですよね、えー、代表される。えー、が、高齢者にも広がっている。背景には、高齢者の働きにくさと、社会の人手不足がある。えー、働けて嬉しい。あと10年は続けたい。東京都板橋区の女性は、70歳は、約1年半前からほぼ毎日スキマバイトのマッチングアプリ、タイミーを使う。すでに出勤は480回。 5万人いる65歳以上の登録者の中で突出してるという。仕事はい日平均4時間。いいですね。その都度、アプリ上で応募した職場に出勤し、えー、すごいね、70歳で。えー、飲食店の皿洗いや、スーパーの仕出し、野菜の袋詰めなどを担うということで、要はそうですね。まあ、えー、定年退職が終えて、いろいろまだまだ仕事をしたいというのにも関わらず、働ける場がないと。で、そこでこのスキマバイトというね、まあ、ちょっと人手が欲しい。 企業さん、店舗さんが依頼を出して来ると。で、70歳の方でもいいですよ。ぜひお願いいたします。ということで、この方はだって、すごいよ。300? 違うや百4い、四百8 0回よ。1年半で。むちゃくちゃ働いてるのよ。偉いね。ただね。ただ、こういう高齢者の方がバイトしている先で、 あんまり偉そうにしないで。うん。よく見ます。あの、おばあちゃん店員さんに、おいとか言ってる、俺みたいなやつ。偉そうにしないで。ムカつく気持ちはわかります。同じお金払ってんだから、えー、ちゃんと接客してもらわなきゃって思うと思います。ただ、そんな人間はもっと金稼いで高い店行ってください。はい。高い店で文句言ってください。高い店だったらいくら文句言っていいです。高い店が悪いんで。 はい。そんだけ金出してんのに、金払ってんのに、えー、接客が悪い。その店が悪いんで。高いお店ならいいんですけど、チェーン店とか、そろそそタイミーとかで働かれてるような、えー、お店、皆さんが行きやすいようなお店で、あーのー、文句言うのやめてください。あの、不愉快です。はい。えー、言いたいこと言ってね、すごい気持ちいいですけども。ありがたいですね。この粗品さんのシステムはとても、ありがたい。はい。 すっきりします。はい、続いて。ライフ新システムは8月1日本格稼働。旧システムの変更点は。新システムは今年度の介護報酬改定に完全対応する。合わせて使いやすさの向上、機能の改善なども図られる。旧システムは7月31日をもってサービスを終了となる。厚生労働省は7月26日新システムは8月1日午前9時頃からの 本格稼働を改めてアナウンスする通知を発出、えー。旧システムからの主な変更点を以下のように整理した。ライフ新システムと変更点。今年度の介護報酬改定に対応した様式情報の登録。直接登録。CSV 連携登録が可能に、えー。様式情報の入力支援機能が加わる。管理ユーザーだけではなく、操作職員も利用者情報の編集が可能に。えー、様式情報の入力変更時、利用者情報にも存在する一部重複項目の更新が可能に。 えー、リハ、えー、個別機能、栄養、航空の一体的計画書の出力機能が加わる。はい。えー、8月1日からは、ライフ関連加算のすべての様式情報を新システムに提出できるようになる。7月31日までは、利用者情報と ADL、維持等情報しか提出できなかった、えー。今年4月分から8月分のライフ関連換算,算算出する場合、8月1日から10月10日までの遡り入力期間に様式情報を提出する必要がある。提出すべき情報を 10月10日まで提出してない場合、算出加算は遡って、過後上級となるため要注意だ。厚労省は通知で提出されたデータについて集計分析を行って、10月頃から新たな機能のフィードバックを提供する予定と説明している。今回の変更点が反映された最新の操作マニュアルよく 質問などは8月1日から公開される予定と、今年度の介護報酬改定に対応したケアの質の向上に向けたライフリ活用の手引きは8月1日から掲載される。厚労省は全国の事業所施設に対し新システム導入機能操作の関するお問い合わせ新システムからと呼びかけているということで。えー、ただね、うん、全然わかんない。全然わかんない。何これ。 ライフ新システム。何全くこれ介護士じゃないと分かんないやつ、これ。ちょっと分かりましたかねリハ個別機能、栄養、航空の一体的計画書の出力機能が加わる。これすごいありがたいですね。うん、これ一撃で全部できるから。うん、これとかでもその、50代、60代の介護士さんとか無視してますよね。<laughs> も何もできねえだろうな。はい。 じゃ、ラストですね。えー、ショッピングモールなのにやってくる、熱中症避難民の高齢者たち。開店から注文せずフードコートの席を陣取り、他の客とトラブル発生も。はぁ<ー>。夏休み真っ只中、神奈川県内の大型ショッピングモール内にあるフードコートは、あーまあいろいろたくさん賑わいを見せていたと。えー、スイーツや食べ物を店舗で購入しても、イートスペースはほとんど満席で席が取れない状態。えー 立ったまま購入した焼きそばやたこ焼きを食べる人も相次いだが、突如そんな喧騒を引き裂くような怒号が響いた。なんだバカ女が、暑さで死んだら責任取れんのか。すごい言葉ですね。<laughs> えー、恋の主は70代くらいの高齢男性、高齢者男女数名で、イートスペースのテーブル席を陣取っていたが、テーブル上には食事は見当たらず、紙コップがいくつも置かれている。当時の様子を目撃したフードコート内にある、 うどん店の男性店員20代が振り返る。どだったお客様たちは10時のオープンの直後に入店し、何も頼まず4時間以上席を陣取っておしゃべりされていたんです。いや、イートスペースに置かれた無料の水やお茶を一人何杯も飲んでおられました。昼食時になって混雑しても席を立つ気配はなく、食事を購入したものの席に座れず立ち尽くした若い女の子3人組が席を変わってほしいとお願いしたようなんです。 それに対して男性は激行されました。えー、正直あまりに理不尽だと思いますよ。女の子たちは泣いていました。男性たちは、その後も男性を続け、午後になって、やっと席を立たれました。えー、実はこの怒鳴った男性のグループだけではなく、一部の高齢者の行動がショッピングモール内では問題視されていた。 ウォール運営担当の女性によれば似たようなことは去年夏頃から起き始めたという。夏はあまりの暑さにショッピングモールを秘書目的で利用されるお客様が増えたんです。もちろんそうしたお客様を拒否したいということではありませんし、拒否したいだろうえー、あ、すいません。えー、体調のためにもぜひ進んでほしいという気持ちはあります。ですが、お買い物をしたい、食事をしたいというお客様の迷惑になることをぜひ控えていただきたいということなんですけども。まあ、迷惑ですよね。こういう、ちょっと一部の頭のおかしい高齢者。 これって、あのー、高齢者だから頭がおかしいんじゃないんです。そういう書き方をしてますけど、高齢者だから頭がおかしいじゃなくて、こいつらが頭がおかしいだけですからね。うん。子供がみんな可愛い、大人がみんな優しい、えー、おじいちゃんおばあちゃんに優しくしなきゃ、そんなこと一切ないです。性格悪いやつはぶち止めして大丈夫なんで。はい。で、まあ本当にこうい一部の頭がおかしいです、こういう高齢者のせいで、 販売ができないだとかあ、もっとお金を儲けることができたのにできないとか、もっといろんな人に楽しんでもらったり、食事をする機会があったのにするのができない。こういうのは本当に良くないですよね。ただね、ただ僕は思うんですよ。競馬場とかデパートに子供が遊ぶ、そういう遊び場があるのであれば、競馬場やら、競艇場、パチンコ場、ね、デパートに、 高齢者が休む高齢者スペース作れよなあねえじゃねえかよ子供たち遊ぶところいっぱいあってお母さんにも助かるってそれ、お母さんがお金使うからそういう風にしてるわけだろ高齢者が休むスペース作れよ。高齢者がその遊んでる様子とか窓の外から見させろよ。いい、楽しいだろその。高齢者がゆっくり 休んでんの癒されるだろうよ。お水チビチビ飲んで。飲んでいい、いいんだから。だからフードコートって良くないよ。フードコートで席陣取るの良くないけど、そういう施設あっていいだろうよ。なんでないんだよ。あんのかよく調べてないからわかんないけど。あっていいだろ、そういうのも。 はい。えー、ということで、えー、一人賛否でございました。あ、今後ともね、えー、粗品さんが取り扱わないような、えー、介護関連のニュースを発信していきたいと思いますので、ぜひ登録お願いいたします。11月30日土曜日、12時から15時まで在宅介護を頑張っている、耐えている人たちに向けてトークライブをやります。初めての100人超えのキャパでやります。 介護についてのリアルな話を様々なゲストと共にトークしていきます。僕じゃあ解決できない悩みもあの人なら。チケット5000円、配信チケット3000円。高いですけど、ぜひ劇場までお越しください。チケット販売の詳細は概要欄まで。